PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは60本目、サイドアームをお送りします。ハイパーダインサイドアームス184つけたままだった。改めてこんばんは。はい、業務用から移植されました、縦横スクロールのシューティングゲーム。はい、業務用はカプコンさんね、発売でした。 PC エンジンは一人専用ですけれどもね、はい、非常に良い移植となっておりますよ。1個目さん、10万石さん、バカバカさん、4個目さん、サンジさん、黒金さん、アラン・プロストさん、ゴールデンバーグさん、シャトルさん、猫じゃらしさん、赤とダイモンさん、いらっしゃい、リンドさん、ありがとうございます。今日はカズキューさん、いらっしゃい、 NEC アベニュー4本目、89年7月14日発売、 NEC アベニュー2メガビットヒューカード5400円、シューティングゲーム一人用でございます。バックアップ等はありません。ドロジさん、ありがとうございます。はい、コンティニューは、制限回数付きのコンティニューとなっております。ノーコンキッドさん、いらっしゃい。はい、かっこいいロボットもののシューティングゲームですね。黒金さん、ありがとうございます。よいしょー、クレジット3というわけで2回コンティニューね、できます。2回、超吉やったぞ。太古の昔より地球に存在していたという謎の生命体ボゾン、かつて幾多の生物を脅かし時に絶滅させてきた彼らは、恐竜を滅ぼした後長い眠りについていた。そして今彼らは新たな標的として我々人類を選んだのだ。圧倒的な力を持つボゾンの前に人類はなすすべもなく、地球は滅亡の時を迎えようとしている。我々に残された最後の望みは、人類の英知を集結して作られた戦闘メガハイパーダインサイドアームだけなのだ、というストーリーです。はい、新設が発表されました、18個目さん、19個目さん、いらっしゃい、シャトルさん、ありがとうございます。恐竜はね、ボゾンによって滅ぼされたんです。はい、氷河期とかで滅んだんじゃない、実はボゾンによって、謎の生命体ボゾンによってね、滅ぼされた。そのボゾンが今度は人類を、滅亡させようとね、はい、増えすぎた人類を滅亡させようとやってきたわけです。はい、それに対抗するサイドアームのパイロットとなって、地球を救わないといけない。はい、全10ラウンドノーコンティニューだ。そうです、開発はね、カプコンさんですね。はい、カプコンって書いてある。プログラマーはカプコンの伊藤義人さん。カプコン一人だけですよ、プログラマー。すごい。はい、ザコールバトラーですよね。地球狙われた。はい、まあこの頃はね、まあ少数精鋭ですもんね。プログラマー、キャラクターデザイン、スクロールデザイン、ミュージックコンポーズ入れても1、2、3、5名、わずか5名ですよ。はい、まあ、プログラムが1人、プログラムがね、はい、キャラクターデザインが1人、スクロールデザインが2人、ミュージックコンポーズが1人となっております。1人でフル回転。29個目さん、あ、今回食べたさんはね、プロデューサーじゃなくてディレクターですね。ディレクターやられてますよ。ディレクターは、あ、すごい、プログラマーの伊藤義人さん、ディレクターもやってる。伊藤義人さんと食べた敏夫さんがディレクター、はい、プログラマーは伊藤義人さん、ディレクター兼プログラマーさん、はい、森さんが一番さんに、まあ NEC のゲームには大体関わってますね、アベニューはね、はい、プロデューサーがディレクターでね、はい、まあ、ディレクターは珍しいですかね、ディレクターというのはね。はい、行きましょう。何さんごめんなさい、で、地球が甘い、あー、地球がくそー、許さねー。さあ行きます。スペシャル、ルドさんです。ザ・バトル・フォー・サバイバル、ザ・ワンボタンがちょっとタップバトンです。2ボタンが左側、ワンボタンで右側です。はい、武器がね、いっぱいありますよ。まずはランボタンで、セレクトでも変えられますけどね、ランボタンの方が止められるんでいいでしょうね。ショットガン、これ弾削れます。まあほぼこれでいきます。はい、40個みたいな。そしてビットはこれです。はい、周りをね、オプションがついてくる。最高3個まで、まあ3段階までみんなね。そして3ウェイ、ただこれは、弾消せません、弾消せません。それぞれ3段階までパワーアップしますよ。ジュネさんに教えて、おじさんがありがとうございます。
はい、これ牛はボーナス点ですね。これでショットガンは最高。ステレオ感がいいですね、もうね、BGM は。BGM かっこいい。BGM は、あのね、私、個人的にはもう業務用よりいいと思ってますけど、業務用の BGM より、旧カード版、の方が好きですね。あ、 あと1個取ってないの。これ、メガバズーカランチャー。はい。パウが、スピードアップですね。メガバズーカランチャー、これ、まさに メガバズーカ、ね。はい。あんまり使いませんけど。はい、そしてこの、アイテムを取ると、アロハが絶対合体、絶対合体、絶対合体。逆パウはスピードダウンですね。逆パウはスピードダウンだけど、絶対合体。はい。かっこいいね、無敵です。後ろにも弾の敵、絶対合体。あと一個あるのが星と屋敷があります。はい、ここは屋敷、ここ、これですね。屋敷と星はどっちか一つだけ。はい、今星取ったね。星はこんな感じですね。あなたと合体したい、絶対合体。じゃんじゃるるるるんじゃんじゃるるるるんじゃんじゃるるるるんじゃん。さあ、皆さん、ボス戦メガバズーカランチャーで、右上はボスのね、耐久力で 3パターン当てたかった。好きな武器を選んで、まあアケドワンはかかったらね、ちょっとまずいからね。どうです、カプコン、カプコンさん直々の、伊藤義人さん直々の移植です。BGM 曲もきれかっこいいね。男はいつも戦い続けるぜ、男はみんな男求め、さまよい続けて、ね、まあ、歌詞もつけられるほどいい歌ですね。はい、男たち走れ。発売はしませんでしたけどね。まあ、ソンソン2でもね、スト2ダッシュにしろ、開発は結構ね、開発ありますね。やっぱりね、いつもやっぱり男は求めてさまよってるね。どうなんだろう。あ、スピードダウン、スピードアップ。まあ大人の事情があったんでしょうね。あぶね。はい、いちごちゃんもパワーアップですよ。いちごじゃないか、オレンジだ。あ、もうね、いろんな上下左右あらゆるところから敵が来るんでね、右左いろんな方向向いて、いろんな方向でが向いて即座に。はい、いらっしゃい、猫じゃらし、あ、早けんさいにさい。ディレディレディン、サウンドに関してはアケバンより出来がいいと思う。ねえ、やっぱり私もいいと思う。男を求めた結果ですか。そうです、合体したい、あなたと合体したい。そしてもうね、サイドアームというかこのヘビですよ、ね、ベンチフィード。さあ来ました、ボス。デレ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 デでかすぎる。ヘビに始まり、ヘビに終わる。バーソンさんです。ねえ、猫じゃらしさんがレベルです。まあ、このショットガンだとね、弾消せますからね。この観覧車はっきり言って弱い。よいしょ、ね。あとアイテム取得音のね、効果音も気持ちいいですよね、このゲームね。非常に効果音も。よくできてね、ショットオンのね、あの激アンゴが気持ちいい。アイテムショットオンとかもね。さあ今度は縦スクロールになりますよね。あ、牛ちゃんもパープじゃなくて得点ですね。本当に名
名作が続きますよね。名作ラッシュですよ。テン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 てん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 はい、ドラム缶も特典ですね、ドラム缶。ワンナップ。スコアでね、スコアでもワンナップしますね、モビちゃん以外で。またヘビ、速いヘビと遅いヘビ。いますね。はい。こちらの速いヘビですね。あ、ワンナップ。モビちゃん来ました、モビちゃん。はい。モビちゃん、モビちゃん、モビルスーツと同じね名前のキャラもいます。まあ、説明書にはあのキャラの名前書いてないんですけど、確か エンディングかなんかでね敵の名前が出ますもんね。さあボスその3、これとビットの方がいいかな。ビットが、なんか弱そう。で、ここはちょっと誘導弾がね、誘導なきゃいけないです。よし、OK。さあ、そう、スネークボックスにもヘビ出てきますけども、ヘビは多いですね、割とね。RPG とかでもね、ヘビは結構、アクション RPG とかでもヘビは、ヘビっていうかね、長めの出てきますね。モビちゃんは結構ね、長らくカプコンを背負ってきましたね。91個目戦でしたね。あとヤッシね、ヤッシもカプコンを陰で支えてきた。ヤッシまだ出てないんですよ。ヤッシならないか。あ、星だ。星かヤッシになるんですけどね。でん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 だらけさん、おこだらけさん。え、ね、すごい爽快感もあるし。ふいふいふい。嫌だ男だもんね。やられた場合ね、結構ね無敵時間も少ないし、そう使ってたね装備を失っちゃうんでね。やられたら一気なし崩しにねやられちゃう時があるんでね。復活気をつけたいですね。ね。ヘビが来ました。ヘビが来たんだぜ。あ、ただこの絶対合体してる間はこの合体のねパーツが溶けるだけでミスにはなりません。はい、まあ、シールドと同じですよね。要はねこの絶対合体中はだらけさん、男だらけさん、男だらけさん。またヘビが来た。これ早いヘビだ。ヘビさばきバッチリ。上トンボが飛んでたね。1942にもトンボ出てきましたね。これ大体クリアまで30分ぐらいでしたかね。お、ヤシ来ましたね。ヤシチ、ヤシ来ましたね。ヤシチはねこんな感じですね。連射になるね、まあ、あんまり意味ないですけどね、はい。ショットガン失った時の、予備として。
ペン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 アイテムをね、あと放置していくとね、あのアイテムでショットが邪魔されて敵倒せないことがあるんでね、アイテムを早めに取っておいた方がいいです。もうフルパワーの時はね、はい、まあ、選ばなきゃいけない時はちょっと選んで取りたいですけども、はい、ドラム缶ドラム缶ドラム缶だらけさ男だらけさ男がいつも走り走り、あ、1943にも出てきた。男だらけさ、はい、いらっしゃい、98個目タイムです。ダラ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 ダダン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 。残機も7機になってる。絶好調。打ち込み変化アイテムそうですね。女だらけさ、女はいつも男求めてさまよう。女だらけさ。あ、いいね、バッチリ。女は、あ、女が。あ、しまった。あ、しまった。これあれだった。ここだった。いらっしゃい。ね、ここは安全、安全。これ レーザーなんで、レーザー手強いんでね、もう安全地帯行きましょう。ね、忘れてました。ね、ここは安全地帯でね、ね、安心です。はい。ダン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 。タラン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 、イエイイエイ、ワンナップ。ワインレンドのレン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 、ワインレンドの、ワインレンドの心が揺れる女が似合うぜ、ワインが似合う女が好きな男は女、実はね女、ワインレンドが似合う女、俺は好きさ、君も好きさ、ああ男はいつも女が好きさ、僕らは女になりたいんだ、女女女だらけさ、女女はいつも夢を見ている女よ、女男を求めさまよい続けている、女さいつも男は、あぶあぶる、あぶ、強心兵がね埋まってる、今はちょっと NG でしょうかね。男はいつも、アイテム早く取られるね、あの弾が削れちゃうから、デレンデレン、危ない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 、お、絶対合体合体、いやー戻った、やりました、危ない危ない、うん、誘導弾やらしいで、男を求めさまよう男、合体、あなたと合体合体合体したい、女はいつも男とつながるよ、絶対合体、絶対合体、お、来たか、ボスか、さあボス、まだそのような使い回しですね、これはね、はい、使い回しのボスも出てきたんで、もちろんね、はい、でん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 、このボスはいいですね。ボスは、はい、使う。もう一体出てきますね。もう一体が強い。もう一体強いボスがいます。はい、いやらしいボスがね。それで大体やれちゃう、ね。ボスの曲もいいし。曲は全体的にもね、全体的にもう、ナイス BGM ですね。CD 版よりも、ヒューカーズ版の方がいいかもしれないね。CD 版も後に出ますけどね。
まあ、CD 版のアレンジもかっこいいんですけど。川崎健次郎さんの母校、富高校が大分県大会で32年ぶりに優勝。わあ、川崎健次郎さんおめでとう。わらわら、あ、バッドコミュニケーションだっけここは。あれあれ。でん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 コミュニケーション。あ、CD 版と比べてコミュニケーション分がちょっと少なめですね。CD 版はね、バッドコミュニケーションっていうのが流れるんですよ。ぬぬぬで、へが出る5秒前になっちゃう。でん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 、コミュニケーション。メーション。あ、わかる。あ、ちょっと、この突然、あのね、ザ・ダブみたいなってやってる。怖いですね。あ、今でもね、お求めやすいってことで、結構当時出荷本数多かったんですかね。シューティングはね、結構軒並み、高くなってますからね。ねえねえ、手が出る5秒前、やったぜ。ね、前、私は母校じゃなんでもないから、ヤクルトファンでも中日ファンでもないんで、あれですけど。いいことじゃないですか。でん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 、いやらしい具合にね、左から出てくる。この物体合体してると後ろにもね打てるんで安心。後ろもカバーしてくれるんでね、多少後ろから出てきたとしても安心ですね。ラララララララ、ヘが出る5秒前。お、あ、こいつです。こいつがちょっとね、このゲームの中では最強のボスですね。いきなり突っ込んできたりするんでね、いきなり突っ込んでくるわ。いきなり突っ込んで、このレーダーね、かましてくる。まあ、で、出れる。あー、出たけどね、こう、こうやって危ない危ないね。ちょっと動きが読めない時やる。多いもある。オッケー、あ、オッケー。そう、斜めアタックが来るときあるんで気をつけないといけませんね。いきなり突っ込んでくるやらしいボス。そう、パターンがね、ちょっと決まってませんかね、突っ込む方向がね。さあ、今度は溶岩地帯。もうシューティングやアクションゲームではおなじみ溶岩地帯ですよ。はい、もう地球がこんな溶岩だらけになされてしまったのか。さすがボゾン、さすがじゃないか、恐るべしボゾン。地球の美しかった海がこんな溶岩だらけに。あ、結構ちょっとつい最近じゃないですかね、これ RT やったの。 YouTube の動画が残ってるぐらいだから結構最近じゃないですか。あ、スペシャルをやったの。スペシャル最近やったんだよね。まあ、スペシャルとヒューカート版もね、ほとんど変わらないんですからね。ノーマルモードに限るか。それがまあその成果ね、リハビリの必要なく、はい、ノーミスじゃないか。しかもね、テン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 、私が挙げてるこれプレイ動画より今のプレイの方がうまいですよ。プレイ動画でやったらなんか、このゲームはね、残念ながらね、ランク変更できません。はい、CD 版はね、イージーかノーマル選びますけど、ちょっとですから、旧カード版がちょっと難しいなと思われた方は CD 版をね、買ってください。CD 版はイージーモード付きですから、はい、旧カード版はこのデフォルトのみで、男らしいオプションなし仕様となってます、はい、手は滑らせません。ヒューカード版ちょっとクリアできなかったわっていう人は、あの CD 版をね、買ってください。てん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 、そうです。そうです。男仕様でございます。あと、まあ CD 版はね、BC モードっていう、ま、全然また別のサイド1もついてます。はい、おっと、ちょっとあそこで、アイテム来るのはやめてくれ。
ビビ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 、また出たね。後半はこのボスがメインです。OK! よいしょ。あ、とか言ってる間に、はい、全10面機動力アップしてる。ね、まあ残機もね、10万点ごとに増えるんで、もうね、モビちゃん入れたらもう今残機10機ですよ、この時点で。ね、だからまあ、しかもね、これその場復活なんでね、その場復活でなんで、まあ武器を失うんでね、あんまりご利用しプレイっていうのはちょっとできませんけど、まあこれだけ残機あればね、はい、増えたら頑張れば、まあショットガンがね、おすすめでございますよ。はい、さあ、それでは、サイドアームのラックスになりましたかね。はい、それではラストアンケートコーナーのお時間です。増えてるかな、これお求めやすいでね。男たち女たち、はい、もうノリノリの BGM によってね、敵を撃破していくサイドアーム、持ってる、おは持ってた人は1番で、2番はこれから買う人ですね。お安い完品でも効果ないですね。はい、すぐに元取れますね。レンレン、前回は所持率は 20.5% でした。 20.5、 そして欲しい人が 47.7% でした。欲しい人はどれだけ買われたのかな。テケテケテン、サイドアーム、内部音源でも結構いい音出てますね。いい音出てるんですね。このプログラマーの伊藤さんがすごいのか、サウンドの立石さんですかね、立石隆さんがすごいのかな。はい、テケテケテン、そうです、カード、カード BGM もいいですね。このサイドアームに関してはね、私好きですね。まあ両方買ってね、 CD と聴き比べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ドキドキテケテケテン、あ、ちょっと増えた、 20.5 から 21.9、 ちょっと増えました、1人ぐらい買いましたかね。あ、わらわら、このソフト BGM がステレオになってるのに気がついたのは随分でした。あ、この頃は私も確かにモノラルでしたからね。はい、ステレオにつないで初めてね。はい、25じゃなくて25か、わらわら、お、 20.5 だったのが 21.9 になったね、ちょっと増えました。微動、これあと見てください、これ超記事ですからね、これかね、カメラどこ行った、超記事でございますよ、これはね。はい、見てくださいね、超記事なんでね、これを買うと幸福が訪れますよ皆さん。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はサイドアームをお送りしました。あと2メートル離れてねっていうね。No。 アンケで見えない。はい。オスでした。はい、オスでした。今日はサイドアームで、明日はあのオスです。オス。戦国武将がやってきます。お楽しみに。オスでした。戦国武将のね、短期突入。オスでした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 。長吉。長吉です。長吉。どんな武将かな、上杉謙信だな、長吉、わらわら、オツでした、超吉、超吉です。やっぱ明日は所持率 100% ですね、オツツノツ、はい、オツツノツでした、オツでした。元祖無双芸大河ドラマかな、大河ドラマ枠